歌舞伎町を徘徊して、ちょっとキャラの声にのリアルな感じをお届けできたらと思います。ラブラブラブプロレッションなんかいろいろ言ってくれたらそれでいいわ。誰にコメントしづらい、クリームをやってみて、まあ、あーでマジングみたいなね。そうで、それいいの。はい、始まりました、こんにちは。こんにちは。前回歌舞伎町のあのガイドインタビューいっぱいして、いろんなキャラの濃い人がいて、あのインタビュー受けてくれたホストのお二人なんですけど、やっぱり俺らがいろんなヤバいやつの、あのヤバいやつって人なんだけど、ね、キャラが濃い、ね、あの、うん、人たちをたくさん、あの、うん、紹介していただけるということで、はい、今日は二人を呼んでみました。でもあの今日はそのキャラが濃い人たちがみんな凍結ということで、そうなんですよね。結構ね、いろいろ考えてたんですよね。やんだのにダメじゃん。そうなんよ、ごめんね。本当にすみません。あのでも歌舞伎町リアルをあの引き続きお伝えしていきたいので、はい、今日雨であいにくの天気なんですけど、うん、早速歌舞伎町を徘徊してちょっとキャラの声にのリアルな感じをお届けできたらと思います。お願いします。お願いします。はい、歌舞伎町の有名人よいしょ。エピソードがあると思います。いや絶対あるでしょ。あやちゃんなんかヤバいエピソードをいくつかちょうだい。誰が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 誰そうそう、投稿できなくなるとか、よかった、今もね、これ、愛してるよね。あ、よかった、そんなに何かある。が、なんか、ホストとやったときに、はいはいはい。FTA とか来てて、はいはい。その人がなんか、寝たときに、なんか寝元で、ソロさんがホストするのがずっとうるさくて、そこで、なんか、精神科に入れようと思って、なんか病院に行かせたことがある。うん、妄想なのね、彼のね。なるほど、ね、分かんない。分かれた。そういうことアイデアが連絡取れなかったんだけど、1年通でもなかった。そうだった。よかったよかった。危なかったよ。よかったよ。あの振り返りの前ラブモデルの写真ちょっと古い話。あれ組み切られたやつ。あれそれ 4,5 年前のやつ。そうえ、だよね。あ、元からだよ。翔ちゃん、お元気ですか。大丈夫ですか。ダサいね。パンチが強すぎる。わかんないけど、まあそうだね、いろんな方だと。あ、そうなんだ。話題になってた。なるほどね。やっぱもう両方おかしくなっちゃったもんね。心配だね、でも元彼とは言えらしい。まあね、腹寝せでおかしくなっちゃった可能性もあるからね。なかなかない。新宿に乗ってきたよ、ギャルの子。おぉ。実刑だった。あ、実刑だった。はいはい、刺してますからね、人のこと。しっかり反省。そりゃそうだよ。すごい、でも歌舞伎町リアルって感じだね。リアル、確かに。アイラちゃんと喋ると歌舞伎町って感じがする。さすが。幸先いいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、歌舞伎町有名人来ました。強い。強い。めっちゃ強い。めっちゃ強い。あの、まゆみちゃん、黒歴史をなんかいろいろ言ってくれたらそれでいいわ。パチンと。お願いします。こいやつ。うん。黒歴史されて。誰にコメントしづらい。いや、コメントしづらい。知らない人に声かけられて、3万円でいいから行こうって言われて。おお、それはちょっと断ったの、一回。いや、いいよって言って、4万やってたから、こんなにくれるかなと思って言ったら、なんか結局くれなくて。え、300? そう。で、なんか後で払うとか言って、なんか生されて。バキューブ今いっぱいになってるよ。ゴムつけて3万円で話し合ったのに、そこからもう間違ってるし、どうにかお金はもらえなかったし、もらえなかったし、私8万くらい持ってたんだけど、それも取られて、そう、財布ごと取られちゃって、カードは返してあげるとか言って、どういうこと？保険証とかカードは返してもらったけど、お金とかは全部財布ごと取られちゃったから、あらでも追い返しだ。いや、本当に、なんでさ、それ、お財布、で普通はじゃあ盗んだってバレないようにさ、その後会わなかったりしたり連絡取れなくなったりするじゃん、どうやってカードだけ返すよってなったの。いや、わかんないけど貴重品とか入ってると思うからとか言って、
カードだけは置いてってくれたけど、うん、財布とお金は取られた。あ、それ変な話、ね、立ちんぼしてる時の人。そう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 、危ないね、やっぱそう考えからさ、もちろん言えないもんね。確かに確かに、うんうん、表立ってね。じゃあ他の女の子たちはそれ気をつけた方がいいですね。確かに確かに確かに、圧制してるわけじゃないからね、注意喚起。危ないってこと、だから立ちんぼとかは危ないね。危ないってこと、うん、いくつぐらいの人じゃないで。でも30代に40代ぐらい、まあ、しっかり大人、戦略じゃん。初犯じゃなさそう、しかもそれ確か初犯じゃない、初犯で。ホスト系ない、ホスト系せっかくホストの方たちがいるからし、行きたいね。初回に行って、うん、なんか普通に気に入ったから、うん、このまま飲み直ししたの、うん、でそしたらその日になんかホテル行こうって言われたのに、おなんかし始めちゃって、マジか、青かったよ。え、野上ちゃんがさ、そうそう、自分で行って外人とかが群がってきちゃって、群がってくるとさ、ボケてるじゃねえんだからさ、やばかった、そういう時があった昔。めちゃくちゃすごいじゃん、そいつ我慢できなかったのね。そうだね、売れてるもん、名前、いや全然売れてないし、売れてない、ホテル行ってほしかったね、せめて。そう、ホテル行ってほしかったのに、駐車場で駐車場でやらされちゃってみたいな。売れてなかったからあれだったかもしれないね。そう、やだね、やだやだ。せめてね、ねあ、はいはい、有名安いね、出してた、分からないから、確かに確かに、はい、ありがとう、さすが、まなみちゃんでした。ありがとうございました。ありがとう、大先輩、よいしょ。はい、はい、よいしょ。あの歌舞伎町で起こった黒歴史とかを聞いてて、何かあります？中学校の頃、彼氏とちょっとおりかけをして、まずはね、中学校の子で、お、はいはいはい、お出かけするときに、うん、ちょうど雨だったんですよ、ね、うんうんうん、長靴履いてて、うん、エレベーターを返してしまって、うん、開いたときに、かかとからズルって言って、スカーンと打ち上げたみたいな、うん、なってしまったんですよ。で、彼氏もそれを滑ってるところをバリバリ見てて、笑われて、うん、そりゃんって思いましたねって、うん、平和だった、平和、平和のね、平和のこともありますね。平和で、平和で、は、うちは18歳の頃にアプリをちょっとやっていて、ね、うん、ああ、で、マッチングで、ね、そう、で、まあ、20歳から計算されたけど、ばっかりしたいって言われたから、ネットカフェに行って、そういう雰囲気、イチャイチャ系のコンドームつけます。コンドームをバッグからやってる最中に、コンドームの先端が、うん、先端がなんと、うん、いじって切れてしまって、うん、ごめんって言われて、うん、そう、やりました。ええそれ隠しやん、隠しやんねな。そんななんかなんか切れることないで。それを、なんだろう、親にも説明して、ちょっとつわりが、まあ、来てしまって。えその1回で、1回っていうか、何日か1週間ぐらい経って、つわりが来てしまって、うんうんうん、で、気持ち悪いと親に言ったら、うん、なんか検査したら陽性だった。手術したことあります。それいいの？いや大丈夫。そいつからはさ、なんか連絡したの？確かに確かに。このまま切ってる、切ってて、で、元のカレーが元ホストの人だったから、はいはいはい、その人に問題をお願いしますって親から電話したんです。うん、申し訳ないなっていう話を。あ、元カレーが出してくれたの？それ元カレーは自分の子供を持って出してる、それとも別の、あ、別の、めちゃくちゃいい、何の友達がいけないのっていう。あ、だよね、だよね、すごいね、愛がね、すごいね。一パターン目としてあります。一パターン目と二パターン目の差がすごい。すごいよ、本当に。差がすごない、びっくり。悪い、やっぱマッチングアプリって怖い。大丈夫です、気をつけてください。はい、危ないです。マッチングアプリ怖いね。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、はい、誰ですか？うちの店の僕のチームの子なんですけど、うん、ちょっとね、そのタイムリーなんですけど、うん、2月の14日何の日？バレンタインデー。はい、バレンタインデーです。バレンタインデーね、歌舞伎町のやっぱり女の子担当さんに送るじゃないですか。そんな中でね、うん、あのね、とんでもないものをもらってたよ、みたいな。まあ、そうなんですよね。まず出会って、そんなに間もない女の子だったんですけど、うん、それこそチョコをもらうじゃないですか。うん、いいよ、いいよ、ね。優しい。嬉しいね。めっちゃ嬉しいなって思って、うん、こいつに帰って、食べようなって思ったんですけど、うん、まあ、開けたら、うん、もう、ツルツルって、うん、生えてるなと思って、生えてるな、チョコからチョコレートから何か生えてるなって思ったら、うん、それが縮れた、縮れた、手作り、手作りですか？手作りです。はい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 、髪の毛ではねえと、絶対に髪の毛ではない感じで、たまたま生えてたのかな、
たまたまかそれ。どこでこねた。まあそういうエピソード。それ本人に言ったんですか。いや言えないんですよ。食べました。え食べてないです。食べないです。それはさすがに。それはね、どんだけ愛情を持ってる。いいですか言っちゃって見るかもしれないですよ。確かに。まあいいんじゃないですか。うん、あちなみに連絡が取れてない。その子は。あ全然取れちゃって。取れちゃって。いいんだよちゃん。でも本人はもしかしたら意図的に入れてない可能性もあるから、それを見て恥ずかしいですよね、やばいみたいななっちゃうかも。確かに意図的だったらね、しめしめって話してる。確かに確かに、急に、ね、今剃ってるかもしれない。ちなみに天然パーマは、天然パーマではない、ストレートですね。じゃあもう天ですね。あの脇か下しかないよね。脇だ。本人のじゃないかもしれないですけど、別の担当のやつとか。いや、それもそれやばい、やばい、やばい、それどういう状況ですか。それ、他何かあります。高校卒業してすぐぐらいの話なんですけど、そのダブルデートを、まあ、親友として。いいね、青春よ、青春。いい、ね、で、高校卒業してすぐに自分は一人暮らししてたんで、自分のお家でみんなでご飯食べようってなりました。はいはいはい。まあ、ご飯食べると眠くなるじゃん。で、寝てた時に、まあ横からそういう感じの声が聞こえるなみたいなのがあるじゃないですか。で、この親友カップルでこういうことしてるのかなって思ってたんですけど、自分が目覚ました時に横にいるのがその親友の彼女だったんですよ。で、もう一つの部屋の方から声が聞こえてて、もうそこをバッて開けたら自分の彼女と親友が、きついなー、見ました。まあそういう経験をしたからね、今歌舞伎町に来たということで。まあそうですね。うん、見返しましょう。その人たち。確かに売れて見返したろ。はい。残念、なんか言葉が出ません。結構きつい。マジで今想像しなんですよ。でしょ、親友でしょ。あ、そうだ。きついわ、それは。その親友では今は連絡は取れてないっすね。取れてないよ。よかった。ここまで取れなかった。順番が陰謀チョコが後が良かったですね。笑, 笑って終わりたかった。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、というわけで、今回はちょっと歌舞伎町有名人がいっぱい出てきましたね。いや、本当にすごい。怖い。ドロドロなの。はい、ちゃんとまなみちゃんはやばい。さすがです。ありがとうございました。ありがとうございます。でも、二人ともさ、まだまだ手数がいるってもともと言ってたから。うん、はい。まあ、ここからね、いろいろ紹介できたらね、はい。面白くなってるんじゃないでしょうか。はい。というわけで、また。歌舞伎町でいろいろ観察していきたいと思います。思います。今後ともよろしくお願いいたします。